どうも、大悟です。なんかね、今日のニュースで、山口達也さんがね、なんか飲酒運転で、なんか捕まったみたいな、ニュースが出てましたけど、こういうニュースが出るたびにですね、お酒はだからやっぱやばいんだ、みたいな、なんか酒は人を狂わせるんだ、みたいな、ことをですね、言う人が出てくるので、一応ですね、お酒好きというか、ワイン好きな僕としてはですね、ちょっとこれは聞き捨てならないと。お酒が悪いんじゃないよと。その人の性格の問題なんだよってことをですね、今日は科学的に解説したいと思います。まあ、というわけで今日もですね、懲りずに飲みながらやっていきたいと思いますが、今日はグランエシゾー2010年。はい。2010年くらいまでになってくるとね、結構いい感じにね、個性が出てくるんですよね。まだ本当はもうちょっと置いた方が美味しいんですが、はい。ちなみに皆さんお酒の失敗ってしたことありますか？で、ちなみにどんな失敗でした？あ、うま。いい感じ。意外と早くてもいい感じですね。はい。でですね、お酒の失敗なんですけれども、これ過去にもお話ししたことあるんですが、実はね、人間って、そのお酒をどれぐらい飲むか飲まないか、っていうのでですね、よく人は失敗をするんだ、みたいな。例えば、たくさんお酒を飲むとか、大酒飲みはね。失敗したりとか、病気とかにはなりやすくなるんですけど、あんまり飲みすぎるとね。っていう問題とかはあるんですが、実はですね、よくお酒を飲むことによって、なんかこう、大きな失敗をしてしまったと。酒に飲まれたせいで、私はこういうことをしてしまいましたと。本来はそういうタイプではないのに、あの人はお酒を飲むとね、性格変わっちゃうんだよね、みたいなことですね、いう話聞くと思うんですが、あれ、嘘です。実はですね、お酒っていうのは、その人の本来の性格を強化する。まあ、もっとわかりやすく言うと、本来の性格を、外に出さないように抑えるブレーキをなくしちゃうんですよ。だから、お酒で失敗するっていうよりかは、どちらかっていうと、元々失敗しやすい性格とか、あんまりよろしくない性格特性を持っている人が、お酒によって解放されてしまって、これがですね、悪影響を及ぼすと。だからね、はっきり言います。お酒のせいじゃなくて、本人の性格の、問題ですよ。というのがですね、2019年のブリバス大学の、研究で出ております。はい。48人の男女を集めまして、3つのグループに分けて実験を行いました。1つ目、アルコールをたくさん飲んでもらったグループ、たくさんでお酒を飲んでもらって、ウェーイってやってもらったグループなわけですね。はい。二つ目のグループが、ほどほど、中程度のアルコールを飲んだ、グループ。で、三つ目のグループが、シラフのまんまのグループに分けまして、テストを行いました。どんなですね、テストをしたかっていうと、例えば、女性がいろんな表情をしている写真を見せて、この人が今どういう気持ちだと思いますかっていうふうに、要するに相手の感情を読み取る能力、共感能力ってやつですね。これを調べるということを行ったりとか。あとは二つ目が、VR を使ってですね、いわゆるこう、トロッコ問題ってやつ、皆さんご存知ですか？トロッコ問題ってのはあれですよ、トロッコがわーって進んでいて、二つにこうね、レールが分かれてますと。そう。で、このまま行くと、トロッコが本来進むだった道に行くと、例えばじゃあ、5人、作業員の人がいて、このままあなたがですね、何も切り替えない、トロッコのスイッチを切り替えない状態で、トロッコが進んでいくと、5人が死にますと。逆にトロッコのスイッチを自分の力でガチって切り替えると、反対方向に行くんですが、反対方向に行くと、1人、ですね、無実の、人間が死んでしまうと。さあ、あなたはどっちを取りますかってやつですね。要するに、皆さんは傍観者なわけですよね。トロッコが向こうから来るわけですね。でもこのトロッコは止められないわけです。で、このトロッコを切り替えるスイッチを皆さんが目の前に持っていて、皆さんが何もトロッコのスイッチを触らないと、5人が勝手に死ぬわけです。はい。で、皆さんがトロッコのスイッチをガシャッと押すと、どうなるかっていうと、一人が死ぬわけです。さあ、あなたはスイッチを切り替えますかっていう、そういう話ですね。もうそういった、いわゆるモラルの問題ですね。ほっといて自分が関与しないで5人が死ぬのか、自分の手を汚してでもですね、まあ、一人あえて殺して5人を助けるのか、みたいなそういうモラルの問題。で、こういったモラルに関する問題をいろいろ見せて、モラルの変化がですね、起きたかということを調べたわけですね。まあ、要するに、お酒によって他人の感情を読み取る能力、よくお酒を飲んで空気が読めなくなったりとか、周りの迷惑かえりず、ウェーイって騒いだりする人いるじゃないですか。あれって普通はウェーイってやったら、周りの人がって迷惑だなって思うから、そういう風に他人の感情を見取る能力があったらウェイウェイしないわけですよ。一方でモラルの感覚、さっき言ったみたいに残酷な決定をしたりとか、人が嫌がることとか悲しむような行動をですね、したりとか、あとはやっちゃいけないこと、例えば今回の、山口さんの場合は飲酒運転とかね、まああれ明らかにやっちゃいけないことですからね。はい。で、そういう飲酒運転みたいな、行動をするかどうか、こういったモラルの感覚が酒によって本当に変わるのかと、いうことをですね、調べた、研究になります。で、結論から言ってしまうと、実はね、共感能力は悪化します。だからお酒を飲むことによって、周りの人がどう考えるのかとかですね、相手がですね、そういうことを言ったことによってどういうふうに感じ
感じるのかって能力は結構下がると、いうことが分かってるんですね。お酒を飲めば飲むほど共感能力がなくなってきて、相手の感情とか心を読み取る能力とか気持ちを察してあげる能力、これが減ってくるわけですね。だからよく喧嘩したりとかイライラすることがあったりとか、特に人間関係のトラブルがあった時に酒に逃げる人って言いますけれども、これで逆効果なんですよ。酒を飲めば飲むほど相手の感情を推定する能力が減ってくるので、どういうことかっていうと人間関係がどんどん悪化しちゃうわけですね。だから人間関係でイラついてる時には酒は飲まん方がいいです。余計イライラします。はい、というのでですね、まずはお酒は共感能力を奪ってしまうというのが1個目のポイントです。ただこの先面白いのが、そうするとやっぱ酒は悪いんだなと。だから、やっぱりね、山口さんとかがね、お酒の失敗ってもうなんか何回もしてるみたいですが、嫌がるですね、女の子に手出しちゃったりとか、あとはね、飲酒運転をしたりとか、そういう問題が起きるんだっていうふうにですね、思う方いらっしゃると思うんですが、もう一個のですね、研究結果が面白いんですよ。そう。倫理的な判断、トロッコ問題の、実験ありましたよね。そっちはですね、実は、お酒をいくら飲んでも、倫理的な判断、つまり、いいこと、悪いこと、悪いことをしてはいけない。いいことを、なるべくするべきだっていう、こういう倫理的な判断は影響を受けなかったんですよね。だから、どういうことかっていうと、お酒っていうのは他人の感情に対しては鈍感になるんですよ。鈍感になるんだが、基本的に善悪の判断に関しては変わらないってことが分かってるんですね。だから、例えば、擁護するわけではないですけど、山口さんが、もちろんいけないことだと思うんですけれども、まあなんかね、お酒を飲んでですね、女の子に手出しちゃったみたいな話が例えばあったとしましょう。したらそれは、まあ、嫌がる女の子にその相手がね、まあ、どういう立場かってことは置いといて、例えばじゃあ相手がじゃあ、まともにじゃあ成人している人で、でですね、まあ男女のね、関係じゃないけれども、普通に大人同士だったとしましょう。で、こういう状況でもし手出しちゃったってなったら、これ確かに今共感能力が低くなったから、まあ嫌がることを言ってしまったりとか、相手がね、嫌がってるのにそれを察することができなかったというのはわかるんだけれども、もう普通に考えて、まあ犯罪的な行為とか今回のですね、飲酒運転とか、こういったことの判断っていうのはお酒では鈍らないんですよ。だからお酒を飲んでたから飲酒運転をしてしまったって、飲酒運転をしてもいいって思ってしまったという言い訳は実は通用しないんですね。基本的には善悪の判断っていうのは変わらないので、だからお酒で暴言を吐いたりとか暴力を振るったりとか、今回みたいに飲酒運転をしてしまうっていう性格の人はもともとそういう性格なんですよ。善悪の判断に関してはかなり緩い。だから悪いことに手を出してしまったりとか、ちょっと詐欺的な行為とかそういうのに加担しちゃったりとか、そういうことをする可能性はですね、おそらく高いわけなんですよね。というわけで皆さんもですね、ぜひ気をつけてください。お酒で性格は変わりません。特に善悪の判断は。だからお酒を飲んで失敗する人とか、特にお酒を飲んでる時にこの人モラルがねえなというふうにですね、行動を取る人っていうのは基本的にはモラルがない人です。だからこういう人とまあ結婚したりとか関係持ったりとか仕事をするとろくなことにならないので、だからある意味仕事をしたいと思う相手とですね、一回思いっきりお酒飲むのはありだと思います。それで相手がすげえ酒乱というか、モラルの感覚がめっちゃなくなる相手だったら、そういう人とは仕事とか人間的な関わりを持たない方がいいぜというですね、実はお酒は相手の性格をですね、明らかにしてくれると。いう可能性があるという研究でした。ぜひ参考にしてみてください。で、一応もう一個言っておくと、もう一個の可能性もありまして、精神が病んでいる場合はちょっと話が変わってくる可能性もあります。これマクマスター大学の研究なんですけれども、まあ、いろんなですね、精神疾患というのがあるわけですよ。例えばうつ病とか双極性障害とか境界性パーソナリティ障害とか統合失調症とか摂食障害とか、あと神経性退職症もめちゃくちゃやつですね。はい。とか、神経性無色症とか無食欲症か。とか、あと PTSD とか、そういったこう精神疾患のですね、いろんなですね、問題があるんですけど、この精神疾患に、伴う症状って人によって違うんですが、共通してるものは何かあるのってことを調べた研究があるんですね。で、この研究によると、大抵の心の病には、時間割引率が高くなるって共通点があるんです。まあ、要するに、簡単に言うとですね、時間割引率が高いってのはどういうことかっていうと、目の前の欲求に弱くなってしまって、我慢したりすることができなくなっちゃう。例えば、今1000円もらうのと、1週間後に1万円もらうの、どっちがいいですかって言われたら、まともな人はですね、1万円、1週間待ってもらおうというふうに思うんですが、衝動性が高くなると今の1000円が欲しくなっちゃうわけですね。みたいな感じです。要するに後先考えないで衝動的に行動しやすくなるっていうのが実はメンタルを病んでしまった人の共通の特徴だったりするんですよ。そういう意味で言うと、まあこれ山口さんがメンタル病んでいたかどうかわかりませんが、メンタル病んでいる場合に関しては、衝動性が高くなってしまう可能性があるんですよ。で、さらにそれを、お酒がですね、はい、そこに入ってくると、この衝動性がですね、いわゆるこう、
高くなってる人ってのは我慢ができなくなってしまうので、まあ飲酒運転をしたりとかね、ああね、ね、女の子にね、手出しちゃったりとかする可能性とかはあるので、まあこれちょっとどっちとは言えませんが、でもいずれにせよ、モラルの感覚がもともと低い人だっていうことは、これで明らかになっちゃったんじゃないかなというお話でした。いや、なかなか悲しいお話ですよね。ただですね、救いの手もありまして、皆さんの中にもやっぱり、いや、ちょっと自分もお酒を飲むとね、やっちゃうんですよね、とか、衝動性高いんですよね、と思う方いると思うんですが、衝動性はですね、鍛えて直すことができるので、ぜひですね、皆さんがもし衝動的な性格があるなとかね、うわーって衝動的に言っちゃって失敗したことがある場合は、これ実はですね、衝動をコントロールする能力、セルフレギュレーションというふうに言うんですが、このセルフレギュレーションの能力を鍛えておいてあげると、将来も成功しやすくなります。セルフレギュレーション能力が高い人ほどですね、社会的に、経済的に成功しやすいってことが分かってるので、しかも人生がイージーモードになっていきますから、ぜひですね、このセルフレギュレーション、の能力を鍛えておくといいと思います。じゃあどうやって鍛えるのって気になる方がいると思うんですが、その鍛え方は今日の番組タイトル下の説明欄と動画のコメント欄の方に入ってますので、ぜひチェックしてみてください。今日のおすすめ、続きの動画はセルフレギュレーション、衝動を抑える7つの方法ということで、自分の衝動を上手にコントロールして、人生における無駄な失敗、とかですね、誘惑に負けてですね、チャンスを逃すみたいなことを防ぐための方法をですね、紹介しています。ぜひ、番組タイトル下の、説明欄、概要欄、またはコメント欄の方からぜひチェックしてみてください。そして今日のおすすめのですね、本はですね、衝動性を抑えるためには、マインドフルネスとですね、あとは脳を鍛えるタイプのですね、運動が、おすすめなので、今日のおすすめの本にはですね、マインドフルネスの、決定版の本として、マインドフルネスストレス低減法という本と、あとは脳を鍛えるには運動しかないというですね、ハーバー大学の医学の先生がですね、教えてくれる脳の鍛え方、のですね、本を、紹介しておきます。ぜひこちらもチェックしてみてください。さらにいつものように番組タイトル下の説明欄、動画の、ですね、概要欄の方には、僕の無料のオーディオブックも入っております。通常2、3000円で販売されている僕のオーディオブックが今なんと Amazon で無料で聴けるというキャンペーンをやっております。ぜひ番組タイトル下の概要欄の方から無料のオーディオブックもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。